I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。奇妙な冒険が始まるぞ。行きたまえ。ここはストーリーモード。スティールボールラン。1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は、北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。ジョースク、いない、僕一人だ。どこだろう、ここは。海のようだけれど。最後に来る。バレンタインは君はそこで何をしてる？誰かは知らないが、こっちへ来るな。僕に近づくな。やめろ、もういい。その無限の回転、今の私にはもはや無意味だ。何？バカだ、手応えはあった。
完全なる黄金の回転エネルギーは奴に命中したはず。それなのに無限の回転が消えてる。私たちの戦いにもはや勝者はいない。横槍が入った。だがお前の爪弾なら奴を倒せる可能性がある。いまいましいことだが、今となってはそれにかけるしかない。横槍？奴だと？何を言ってるんだ。お前は ジョナサン・ジョースターだな。ジョナサン、お前がこの世界のこの時代にやってきたということは、聖なる遺体集めは順調ということか。そのまま遺体を集め続ける。全て揃ったその時こそ本当の戦いになる。消えた。僕を始末しようとあんなに躍起になっていたのに。さっきまでそこにあった遺体がない。遺体が消えてる。スローダンサーのバレンタイン大統領につけられた傷が。回復した。傷があと少し深かったら波紋でも治せなかった。でももう大丈夫だ。ところで、君の言う遺体というのはひょっとしてこれかい？それは、それだ。よくぜ盗んだのか。他の部位はどこにあった？いや、よく考えるとあんたはずっとこっち側にいた。聖なる遺体に近寄ることさえしなかった。盗んだってのは僕の勘違いだ。すまない。僕はジョニー。あんたはジョナサンというのか？なぜここに？それは、というわけで、異変のことを感じ取った聖なる遺体が僕や仲間たちのいる時代に出現したんだ。それで遺体と仲間を集めるために光のひびを通ってここへやってきた。でも聖なる遺体が本来はこの時代のものだったなんて知らなかったよ。ちょっと信じられないほど荒唐無稽な話だな。でも
あんたが聖なる遺体の部位を持って現れたのは事実。それにスローダンサー、僕には聖なる遺体が必要だ。わかった、ジョナサン。僕はあんたと一緒に行くよ。見覚えがあるぞ、この村。レースで通ったロッキー山脈の麓の村だ。この近くに聖なる遺体があるのか。あれは、大きな音を立ててはいけない。ディエゴの能力だ。村人たちが恐竜に変えられてしまっている。でも信じられない。これが異変なのか。ニュージャージーの線路のところで死んだはずだ。ディエゴが死んだところを確かにこの目で見た。今ディエゴと言ったのか。ディエゴ・ブランド知ってるのか。前に会ったことがある。ディエゴは異変側について聖なる遺体を集めようとしていた。ディエゴも恐竜を使って遺体を探してるんだ。くそ、奴よりも早く遺体を見つけなくては。うん、行こう。なぜここにいる。ジョニー、ジョナサン、ディエゴ、お前こそなぜ生きてる。バレンタインに敗北して死んだくせに。だが結局は同じことだ。お前らが解体されて地べたにぶちまけられるってことはな。
一斉に襲ってくるぞ。波紋の連打で迎え撃ってやる。オープンデッキ切り開いてやる。恐竜化された人たち、手荒なことをしてすみません。言ってる場合じゃない。恐竜どもを倒すとはな。ちょっとばかり頭数が足りなかったか。ジャージョ、俺たちの因縁の糸はよほど強固に結ばれているらしい。この世界でもお前と出会うとはな。おい、俺はジョジョを抹殺せねばならん。それが我が宿命。お前は馬に乗った男を片付けろ。後から来て勝手なことを言う男だな。だが利害の一致ってやつだ。俺はジョニーを始末したい。ジョニー気をつけろ。あの男は吸血鬼だ。恐竜に吸血鬼、何でもありだな。ここで決着を。オープンザゲーム。ジェンクス。オープン。シマ。なんだと。シマ。ジェンクラエ。ディエゴ。お前に遺体は渡さない。恐竜の倒退視力についてこられるか。無駄なくてうっそーっ。
ぞ。使えそうだろ。何？神戸だよ。俺に協力しろ。いいだろう。デブリだ。モンスケアイモンスター。モンキーなんだよ。一人で十分なんだよ。何？モンキーなんだよ。モンキーなんだよ。これは素晴らしい力を手に入れたぞ。スローダウンさん。アップセイク。すげえ。何？モンキーなんだよ。無駄。アップセイク。攻撃を受けすぎだ。大したことないんだよ。モンキーなんだよ。こんなにも絞り取ってやる。貴様の命を清めてやる。その汚れたる野望。しまった。モンキーなんだよ。最後の悪いぞ。なに？スローダウンモンキーなんだよ。スローダウン。こんなに素晴らしい力絞り取ってやる。貧弱スローダウンさん。スロータイム。貧弱スローダウンさん。アップセイク。まさかこのディオが。あの二人から底知れぬ爪弾を喰らえ。やっぱり多少やばいな、お前の爪弾。
迂闊にあまりそばへ近づけないか。そのエネルギーは危険だ。あってはならない能力。試練は克服して必ず殺す。このディオ、貴様の精神の爆発力認めよう。貴様の身につけた波紋、素晴らしいものがあったことも認めよう。なおさら、なおさらのこと、貴様を惨殺し、また消えた。あの男はバレンタイン。もはや言うまでもないことだろうが、念のために言っておく。これは私の能力とは違う。ジャイロ。あのお方を狙うテロリストはよ、今ここで完膚なきまでにぶっ潰す。そんな、こんなことが。死んだはずのジャイロが。いいか、ジョニー・ジョースター。スタンド能力を限界まで使え。友を救うために必死になって、この私を倒せ。ジャイロがバレンタイン。オープンザゲームWhat?
頼む。おう、僕が先に行く。そこだ。おら、ありがとう、ジャイロ。知られては困るのです。お前の力は私が使ってやる。靴は浅い。かなり無くつ何かおかしい。あのバレンタインという男、攻撃に殺気がない。ジャイロ、くれるぜ。ジャイロ、僕のことを覚えていないのか。思い出してくれ。前みたいにくだらない歌やギャグを聞かせてくれ。ああ、今覚えたぜ。もう忘れねえ。お前さんが心底ムカつく野郎で、今度会ったら絶対に鉄球食らわせてやるってことをよ。ジャイロ、ジョニー・ジョースター、お前のスタンドなら先手を取って命中させれば奴に勝てるかもしれない。
あるいはもう一人か。お前たちと行動を共にしているジョルノ・ジョバーナ。あの少年の能力も奴に届く見込みはある。だが全ては遺体が揃ってからだ。あのバレンタインという男、攻撃に殺気がなかった。僕たちを試しているみたいだった。僕の遺体が共鳴してる。近くに聖なる遺体があるんだ。何もかもなくしてしまった。ジョニー、君の気持ちはわかるよ。僕もたくさんのものを失ったから。でも今は遺体を集め直して異変に立ち向かうことを考えるんだ。それがきっと君の友達を救うことになるはず。アイズ・オブ・ヘブンの世界へようこそ。Like, share, and subscribe.